はいどうもこんにちは、千堂です。本日も FIFA22 キャリアモード日本人だけで欧州を席巻する企画やっていきます。本日プレミアリーグ首位マンチェスターシティとの一戦です。まずは順位表を確認しておきましょう。こちら順位表ですね。現在シティが4勝1分けで首位と、我々ドリームチェイサーズは現在勝ち点9で、現在のシティとの勝ち点差は4と。それで今日の試合落としたら勝ち点差7に広がって、シティがね独走体制入っちゃうんじゃないかと思ってます。我々は今日仮に負けてしまったら3勝3敗でね、中位での争い強いられそうなんで、今日はね是が非でも勝って上位勢に食らいついていこうと。今日シティに勝ったら勝ち点1差だから全然まだあるよ。それじゃあシティ戦いきましょう。まずはスタメン発表です。キーパーシュミット・ダニエル、ディフェンスライン右から酒井、吉田、冨安、長友、ダブルボランチが遠藤と大島、2列目右から堂安、鎌田、香川、ワントップ古橋です。今日はキーパーシュミットでいきます。今までリーグ戦はねずっと川島だったけど、前回のカップ戦のウルブス戦でのねシュミットの活躍がやばかったということで、今日はもうシュミットで勝負出ます。まあシティ強いから押される展開になると思うんですけど、シュミット中心に守っていこうと。シティのスタメンはこちらです。スターリングスタメンだね。これローテーションされてる。フォーデン、グリーリッシュあたりはスタメン外れてるっぽいっすね。なんかルーベンのスタミナが結構減ってるから、ウルハシの裏抜け期待していこうと。ラインも高いだろうしね。じゃあ試合いきます。Watch Premier League on Sendo's YouTube。 さあ来ました、ホームでのマンチェスターシティとの一戦。マジで勝ちてえよ、この試合。ケビンでブライネが相手はキャプテンと。いや、エデルソンのタトゥー忠実再現。いや、強そうだな、これもう全員警戒。全員警戒した方がいい。マジで KDB のシュートとか打たすね。バイタルでフリーにさせたら決められるよ。試合スタート。マジで戦うよ。戦うよ、綾瀬。サラヒム、スターリング来ました。ジージェズス、まずい。ベルナルド、スターリング、いや怖え、マジで怖い。マジで全員警戒した方がいいから。ウォーカーから KDB がナイスナイス言うと、さあここは一回中預けて、一回これ大ちゃんで堂安律、いいよ。さあこれ大外だね。シンジが空いてる、通らねえ。惜しい。さあカウンター警戒、 KDB がボール持って裏来るのか。ジーズ走ってるよ。いよいよ一回遅行させて、ロドリー縦パス入って OK。 やばい、危ねえ。これ酒井頑張れねえか。まずいよ。ジンチェンコからスターリング、怖え。マジナイス、マジ怖え。ジンチェンコ、俺ほんと警戒してるわこの試合。結構緊張してる。ここマジで勝たないとやばいもんね。負けたらリーグ戦の優勝がマジで遠のく。そんくらい重要な一戦、マジで打たすな。 KDB はここら辺の角度大体入るぞ。オブイナイスシュミット、さすが。ここは起用当たったよ。いよいよペップ軽装だな、だいぶ。さあニア行ってきて、堂安クリア、一旦クリアしましたね。ベルナルドバイタルでもって、ロードリもミドルあるよ。ナイス。えオッサイは、うわねえか、マジいきなり先制。やべえ、裏ぽっかり行かれた。苦しいね。なんかあっさりやられちゃったな。どこにいる。あー、吉田裏、ジェズス。ここのやっぱ細かいつなぎがマジでうまいんだよな、コンピューターは。これは正直シュミットでも川島でも決められたよね。まだ前半17分だよ。さあ遠藤航来て、どうしよう、一回強豪、一回大地、あいや亮太だ。香川が来た。いやなんか歩み止めた、シンジが歩み止めたよ。さあジェズス来てよ。 OK ナイス大地、ここ通したい。ナイス、渡るからどうしようか。一回ここ強豪に縦パス当てて堂安、いやー通らね。いや、ケビンから縦一発やめてよ。え、早い。ジェズスが早い。危ねえ。え、お、入ってないね。びっくりした。ビビット。でもなんか早くない、ここの加速。追いつけねえって、これじゃあ。え、軽装すぎんだよな。これ、プレシーズンマッチの時の服装だろ。さあ、堺から堂安縦パス。いいよ。一回落ち着きます。渡るから香川じゃなくて鎌田から強豪行って。いいよ。さあ、亮太が真司に出す。なんか苦しいな。長友上がってきてくれ。苦しい。マジで苦しい。一回下げるしかねえ。圧やべえ、シティの。
集中してけ、落ち着いてボール回してこう。両太からシンジ裏空いてない？いいよいいよいいよ。ただこれシンプルに上げても跳ね返されるだけなんだよな。一回言うと繋いでいくしかねえよ。どうしよう。ここはこれ堂安に展開したっけ、オフサイかなこれ。ないないよないよないよ。ただ苦しすぎる、ただ苦しすぎる。持たされてるだけだ。シンプルに上げていく。来た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 。よい。強豪のオーバーヘッド。いやジーズストラップ埋め。ジンチェンコから上がってきてるベルナルド。細けつなぎが。さあロドリが縦パス入ってベルナルド。うまいからなマジでベルナルド。リバプール戦やばかったもんね。ドリブル突破エグかったし、ボール失わねえし、めっちゃ走るし。さあウォーカーが上がってきてる。ここは上げさせんなよ。いいよいいよいいよ。さあロドリどうする。ドリブルでくんのか。ドリブルできねえって KDB が言ってなかったっけ。ウォーカードッキリの、ウォーカーのペースドッキリの動画で。やめろよマフレス、この角度。 KDB は左持てるよ。 OK、 カンタカンタカンタ、チャン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 。終わりかい。後半スタート。まずい、縦パス入ってリアドから、誰だ、ベルナルド。スターリングの縦速っ、マジで速い。この一瞬の加速何なの、コンピューターの。そういう仕様だって、もうなんか スピードの上限超えてんだよあの加速は。まずいよ。KDB ミドル警戒ね、ミドル警戒。やべ、縦パス入っ、きつすぎるって。マフレズのニアウェズドンは、マフレズの右足ニアウェズドンはきつすぎ。かっこよこの4人、めちゃくちゃかっけえじゃん。いやー苦しすぎんだろこれ。マフレズニアウェズドンは無理だろこれ。もうフォーメーション変えて勝負出ます。古橋のワントップ全く機能しないんで、鎌田のフォレス9で勝負出ます。選手交代は堂安に変えて IJ、 田川に変えて南野です。マジでやるしかねえぞ。2点差やばいよマジで。こんなもう何も見せ場なく終わるのは許されねえよ。強豪が左サイドボール持って大外に展開してみる。なんだそのパスは。さあまた上がってきてる。左サイドジンチェンコからクロス上がってきて OK。 いやここ拾えねえか。いや拾える。さあ匠から鎌田大ちゃん一回託すで、匠がすごい上がってってるけど出してみるかも一回で。全然ちげえな、先からロングパスが通ればいいんだけど通らねえんだよな。いやー待って、スターリング脅威。左サイド上がってきたベルナルドか、これやべえぞ。なんだそのパスは。浮かす必要あったのかそこ。まずくね、まずくね。ジンチェンコからスターリング、やだ。もう苦しい。スターリングにやられんなよ。決めねえだろこんなやつ。ラヒームは苦しすぎるこの試合。通用しねえぞマジで。さすがに日本人だけがマジで苦しくなってきた。やべえ、最近の試合がマジで見せ場ねえんだよ。苦しい、マジで戦う、戦うよ綾瀬。まずい、ジェズスが上がってきてる。怖い怖い怖い怖えって、このディフェンス頼むわ。長友、長友ジェズスの方がでけえんだ。危ねえ。 KDB、 KDB のバイタルミドル許してないのに3失点してんだよなこの試合。 OK ナイストミー。さあここ繋いでいく、繋げ、頼む。まずい、まずい、終わったか、終わったくせえな。ナイスキーパー、ナイスシュミット。危ねえ、これ止めんのかい。危なかった。いやナイスキー、やっぱでかいんだよな。196とかあるからね。ジェズスに勝って、誰だ、なんか知らんやつ入ってきたぞ。完全にローテーションされてんだろこれ。15番誰だ、新加入選手か。オヌア中、なんか名前聞いたことある気すんな。大島が読んでいました。さあ来たよカウンター、カウンターチャンス。左サイド、右サイド、間違えた。これ通らねえか、全然通んねえ。あでも通った通った、あるあるある。いやスルーパス、強えよそのスルーパス。スターリングボール持って、やだなスターリング、普通に脅威なんだよなゲームだと。ベルナルド、おいここから打ってくんな、さすがにいいのかそのシュートセレクションは。さあここはチャンスで IJ から一回つないでいく。 IJ 裏抜けてくれ、抜けてくれ。ジンチェンコならいけねえか、頼む。 OK ナイスパス通って、鎌田大地から純也、おい意地見せよ、これは意地見せたい。パス来て大地、ナイスナイス。ボール持ち帰れ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 、蹴ってんじゃねえよ、持ち帰れって早く。
持ち帰れ早く何してんだよ。あ、まあまあまあ1点取れたのはでかい。シュートまだ多分打っててなかったから、うん、この大地のフォレスナイン機能してんのか正直謎、うん、ナイスワンタッチシュート、オッケーオッケー、決めそうだなこういうの大地。あー3対1これはマジでミラクル起こそうぜ。ボール取るよ、ロドリが展開してく。さあラヒームが本当に怖いんですよね。なんで俺ラヒームにこんな恐怖感じなきゃいけないの。さあディフェンス集中、これは頼むわ。リョータ、オッケーオッケーオッケー、カウンターチャンス。匠がウォールバックで託す。第一誰も上がってこねえな、こんな負けてんのに。なんで全然上がってこねえんだ。さあ上がってこいよ、こうサポートくれよリョータ。さあ渡る、縦パスゾーン、縦パスゾーンで匠から、うーん無理か、ヤブロスタイム2本終わった。うーん苦しい、最近苦しい試合続いてるよ。はい、シティ戦完敗。1点もぎ取ったことだけがポジティブな要素、こちら評価点です。第一が 7.5 でマフンとしてくれたかな、1点もぎ取ってくれたしね。シュミットはまあ3失点で期待外れかな。ウルブス戦思い出すとね、ちょっと今日は残念だったかな。シティの評価点はこちら、スターリングはマジで脅威だった。はい、試合後のインタビューです。イヌイには先発するチャンスをもう与えないと決めたのですか。でもイヌイ好きだな、ファンとかレポーターは。まあチームの事情が最優先です。まあまあまだまだチャンスあるよ、そりゃ今後はね、まだキレ上がりきってないし。続いて今日の試合の結果、誰の責任でしょうか。これは誰の責任というよりかは相手が1枚上手でした、これは認めます。強かったシティは、さすがに強い。ありがとうございました。マイカオってのかこれ。はい、シティ戦完敗でした。順位表です。おい、シティ独走体制入んぞこれ。いや我々が一回ここ止めとくべきだったろう。9位から16位こちらです。ドリームチェイサーズ10位転落です、やばいよ。17位から20位こちらです。続いて今後の日程です。次回 CL アラン・ヤスポル戦です。それでここでちょっと朗報というか、まあ俺らに追い風なんだけど、グループリーグの組み合わせがこちらなんですよ。なんかさっき気づいたんだけど、本当はアラン・ヤスポルじゃなくてゼニットなんですよ現実だと。でまさかのゼニットが FIFA22 に搭載されてないんですよ。なのでゼニットの枠にトルコのアラン・ヤスポルっていうチームが入ってて、でアラン・ヤスポルのレーティング調べたらだいたい70代で、多分ゼニットよりは弱いから、これはマジで俺らのグループリーグ突破に向けて追い風吹いてます。というわけでね、次回のアラン・ヤスポル戦 EA までも味方にしたんでね、ここは絶対勝っていきたいと。それでは今回の動画はここまでにします。チャンネル登録とか高評価もお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。